何風邪ひいてんだよ。それでも吉川家の嫁か。昨日あなたに頼まれた庭掃除で無理がたたったみたいで。俺の実家でぬくぬくと生活しといて体調管理もろくにできないのかよ。私今妊娠中なんだけど。だからなんだ。心配じゃないの？別に。切迫早産だとも話したわよね。へえ。さっき病院でも怒られたし、絶対安静にとも言われてるの。だから今日だけでも休ませて。医者の言うことは聞けて俺の言うことは聞けねえのか。お腹の子が心配なの。もしものことがあったら。子供の性別女なんだろ。後継ぎにもならねえ子供の心配なんて誰がするかよ。無事出産できるかどうかもわからない危険な状態なのに、ひどい。俺は親父の資産を継ぐ人間。そしてこの家を守るためにも新たな後継ぎは必要不可欠だ。女なんていらねえ。お父さんは性別関係なく私の妊娠を喜んでくれたよ。親父が持ってる資産の管理や会社の経営はここ最近ほとんど人に任せっきりで気楽なんだろ。はあ。隠居した人間はいいよな。こっちはプレッシャーで潰れそうだってのには。あなただって仕事のほとんどはいとこの薫君に任せっきりでしょ。俺が仕事を与えてやってんの。25歳にもなって仕事もろくにせずにフラフラしていたから面倒見てやってるだけだ。そう。てかお前、俺に盾つくほど元気があり余ってるみたいだな。元気じゃないわよ。熱だって38度もあるし。うるせえ。さっさと布団から出て家事の一つでもしろ。俺はパチンコ行ってくる。またここ最近毎日のようにギャンブルに行ってるわよね。ストレス発散だよ。悪いってのか。限度ってものがあるでしょ。嫁が跡取りでもある夫に口答えするな。離婚されてえのか。これから子供も生まれるのにそんなこと言わないでよ。なら黙って働け。嫌ならこの豪邸からも追い出すぞ。分かったわよ。私の名前は直子。義実家に同居している28歳専業主婦です。現在妊娠中で臨月の私を義父や義母はいたわってくれるので基本的には快適に過ごしているのですが、7歳年上の夫秀樹はとんでもない亭主関白で日々ストレスを感じています。3年前、もともと気弱な性格で恋愛も奥手だった私を両親は心配してお見合いをセッティングしてくれ、そこで出会ったのが資産家の息子の秀樹でした。最初は優しくしてくれていい人だと思ったのですが、私が妊娠してからなぜか夫の態度は一変、亭主関白気取りの厄介な旦那になってしまったのです。義両親が一緒の時は私の味方になってくれるのでいいのですが、最近は LINE で私を攻撃してくることも多くなりうんざり。そんな中、夫はとんでもない事件を起こしてくれたのです。次の日。いい加減にしろ。いつまで寝てるんだ。ごめんなさい、昨日の夜また熱が上がって。昨日も結局母さんに家事を押し付けて寝てただろうが。何考えてんだ。予定日も近いんだから無理しないでってお母さんに言われたの。じゃあ今日は動け。頭もうまく働かないしお腹も張ってきつい。もう我慢の限界だ。風邪をひくなんてたるんでるからだろうが。罰を与える。何をする気？庭先の倉庫に今すぐ行け。今日は一日そこで徹底的に掃除をしてもらう。今日は雪も降ってるのよ。無茶言わないで。離婚届今書き終えた。え？お前の欄も俺が書いといたから。あとは提出さえすれば俺たちは赤の他人になるわけだ。勝手なことを。お父さんたちが知ったらどんな気持ちになるか理解できないの？親父たちも後継ぎを埋めないお前と別れてくれて内心ホッとするんじゃね。お父さんたちはそんなことを思うような人たちじゃない。それはどうかな。本心はどう思ってるかなんてお前にはわからねえだろ。何それ。それに俺と離婚したらこの豪邸も出ていくことになるし、無職のお前がガキと二人でどうやって生活するんだ。それは俺に捨てられたらお前にとってはデメリットしかない。なら俺の言うことを聞いていた方が安牌だと思わないか。分かった。
でも一日中はさすがに無理、せめて15分だけにして。仕方ねえな、俺の優しさに感謝しろよ。はい。それじゃあ朝までその倉庫で凍えてろ。え？次の日の朝、反省したか？お父さんから何も聞いてないの？なんか親父からやたら着信が入ってたか？もしかして無視してた？お前に倉庫の掃除を頼んだ後、友達の家で鉄マンしてたから電話に出る暇なんてなかったんだ。こっちは大変な思いをしてたっていうのに麻雀だなんて。そりゃ大変だっただろうな。極寒の倉庫の中で一夜を過ごした感想をどうぞ。は？何の話？だからお前倉庫に閉じ込められて出れなくなってんだろ。それ俺がやったんだ。反省できてないならまだ倉庫に入っとくか？私倉庫に行ってない。え？あの後倉庫に行く前に破水しちゃって、お父さんの車で慌てて病院へ行ったのよ。は？風邪をひいてたのもあって途中で意識失っちゃったり、急遽帝王切開にもなっていろいろと大変だったんだから。嘘を言うな。俺は倉庫に入っていく人影をちゃんとこの目で確認してから外鍵を閉めたんだぞ。そういえばお母さんの姿を見てない。まさかお母さんを閉じ込めたなんてことないわよね。今家に誰もいないのか？倉庫を早く確認しろ。今お父さんにお願いして家に帰ってもらった。でもここからだと20分はかかる。あなた今どこにいるの？友達の家だけど二日酔いと寝不足で動けねえ。こんな時に何を？いとこのカオルくんにも連絡する。カオルくんの家はうちからも近いし、すぐに助けに行けるかも。無事でいてくれ。このままじゃ俺が悪人になっちまう。カオルくんから連絡が来た。お母さんの体冷たくなってるって。マジかよ。スマホも持ってる様子はなかったらしいから助けも呼べなかったみたい。どうしよう。心配なら今すぐ家に戻りなさい。そんなことしたら俺捕まっちゃうじゃん。は？警察の世話になるなんてごめんだ。こんな状況でまだ自分のことばかり考えてるの？いい加減にしなさい。これは事故だ。お前も口裏を合わせろよな。最低。カオルくんからまた LINE が。意識はしっかりしてるみたい。救急車も呼んだから大丈夫だって。よかった、犯罪者にならずに済んだ。何言ってんのよ、反省してないの？怒るなって。お前に罰を与えるつもりがちょっと間違えただけだろ。私が閉じ込められてたとしても大問題よ。なんだよ、うるせえな。でもなんで母さんが倉庫なんかに？お父さんが言ってたけど、もともと昨日は倉庫の大掃除をする予定だったみたい。なるほどな。家はかなり広いから、玄関先で私とお父さんが慌ててる声なんて庭にいたあなたとお母さんには聞こえなかったのね。全く何も聞こえなかったぜ。あの時は私もお父さんもパニックだったから、お母さんに声をかけることも頭になかったわ。何はともあれ、母さんも無事でお前も出産できたってわけだし、一件落着だな。警察に通報するから。なんでそうなる？故意に人を閉じ込めるのは立派な犯罪よ。たるんだお前の生活を正すために罰を与える目的でやったことだ。それに母さんを閉じ込める気は全くなかったし。私だろうがお母さんだろうが閉じ込めようって発想がもうアウトだから。通報なんて親父が許さないだろ。跡取りの長男が逮捕って世間体悪すぎだしな。今お母さんが搬送された病院へお父さんも向かってる。お母さんの安否を確認したらすぐに警察に連絡するそうよ。親父が？あなたとは絶縁するし、後も継がせないんですって。じゃあ莫大な資産はどうなる？管理する人間がいないといろいろと困るだろうが。それはカオルくんに任せれば問題ないんじゃない？てか今までも管理はすべてカオルくんがしてたんだし。あんなチャランポランが管理するなんて無茶だ。今までは俺の監視下のもとうまくいってただけだぞ。何言ってんのよ。あなたは毎日ギャンブル三昧でろくに仕事なんてしてなかったくせに。いろいろ隙間時間にはしてたよ。じゃあお父さんが所有してるマンションは全部で何棟？土地の数は？
経営している会社の事業形態は？それは、質問が多すぎて混乱した。パスで。わからないなら素直にそう言いなさいよ。うるせえ。だいたいカオルはいつまでも定職に就かないから俺が情けて仕事を手伝わせたんだ。俺がいなきゃあいつはニートだったんだぞ。知らないの？カオルくんって大学生の頃から株とかの投資をしてて資産1億もあったんだよ。え？でもそれも飽きてきたところであなたに声をかけられたから仕事を手伝うことにしたって私は聞いたけど。あいつそんなことしてたのか？親戚みんなが知ってることなんだけど。最近親戚とは話してないし、カオルとも雑談なんてあんまりしねえし。そういえば親戚の集まりもギャンブルに行ってて不在なこともあったっけ？でも俺は実の子だ。カオルは所詮ただのいとこ。全部あいつに任せるのはやっぱおかしいだろ。後継ぎは実の子じゃないといけないってルールはないはずよ。あ、お父さんから LINE 来た。財産や資産はすべてカオル君に生前贈与するってさ。嘘だろ。だからあなたは安心して刑務所に行って大丈夫よ。親父から資産管理全部任されて面倒だったから暇そうにしてたあいつを利用しただけなのに。残念だったわね。全部お前のせいだ。はい。親父は毎日のようにお前のことを褒めまくってさ。妊娠したのを知った時なんか孫を産んでくれる直子さんに財産を全部あげたいくらいだなんて言ってたんだぜ。あれはただのジョークでしょ。まさかそれを真に受けてこんなことをしたっていうの？どっちが立場が上かお前に分からせる必要があると思ったんだ。あなたとは離婚ね。こんな人と今後も一緒に暮らすなんて無理。子供にも悪影響だわ。どうぞご自由に。でも俺と別れたら豪邸からは出て行ってもらうぜ。あ、またお父さんから LINE。 あなたとは親子の縁を切るそうよ。は？私と子供についてもきちんと責任を取るって言ってくれてるわ。俺のとこにも親父から LINE 来た。マジで親子の縁切るってね。嘘じゃないでしょ。なんかサイレンの音が聞こえるんだが、マジで通報したのかよ。だからそう言ってるじゃない。俺が悪かった。謝る。ごめんなさい。だから警察だけは勘弁してくれ。今さら謝ってもね。こっちに来られるのはまずいんだ。実は賭け麻雀をしてて。そんなことしてたの？遊びでつい。今この家に入られたらそっちの罪でもしょっぴかれちまう。このバカ男、刑務所でしっかり反省しなさい。なあお子様、助けてください。お願いします。知るかボケ。言い訳は警察にでもして。さようなら。そんな。後日談。その後夫は警察が逮捕。賭け麻雀と悪質な閉じ込め行為で懲役刑が下りました。私もすぐに夫とは離婚。離婚届を用意してくれていたのは本当に助かりました。数年後、知り合いから聞いた話なのですが、元夫はどうやら出所後ホームレスとなり、万引きや窃盗を繰り返しては何度も警察のお世話になっているらしいです。さらに闇金にまで手を出したらしく、危ない人たちからも追われており、今はどこで何をしているのやら。私と娘はお父さんがこうなったのは全て私の責任と引っ越しの費用や新居の手配など手厚くサポートしてくださいました。そのおかげで私も福利厚生のしっかりした会社に就職でき、親子二人で平穏に暮らしています。そしてお父さんたちとは今でも関係は良好で、時々子供と会いに行くこともあります。今後はあんなクズのことは忘れて、娘との幸せな未来に向かって歩んでいきたいと思います。